丸山に、来たー。皆様こんにちは。内見系動画といえばあのお方、という方にチャンネル登録いただき、テンションがぶち上がってしまっている、不動産 F's Life です。当チャンネルの登録者数が増えた暁には、ぜひコラボレーションお願いいたします。また、いつもご視聴や高評価いただいている登録者さんもありがとうございます。まだ登録も高評価もしたことないよ、という方がいらっしゃいましたら、何卒、チャンネル登録と高評価を、よろしくお願いいたします。あのお方にご登録いただき興奮冷めやらぬ中、さらに連続真夏日の続いていた札幌は、暑いねー。何でも統計開始以降、最長連続真夏日を更新したとか、そんな中お届けする本日のお部屋は、こちら。それでは本日も内見、スタートー。今回のお部屋は、前回動画の予告でもお伝えしておりますが、丸山の一等地で、分譲賃貸、2020年築の築浅物件、広さはなんと133平米、屋根付き駐車場付き。はい、最高家賃更新です。それも約 1.5 倍以上の大幅更新です。でも、家賃は今回非公開なので、コメント欄にも NG でお願いいたしますね、星。あれ？これはルーバーだよね？ルーバーは遮光や目隠し通風を目的として設置されるけど、奥は壁だなぁ。これは完全にデザイン目的のルーバーだったみたいです。それでは中に入っていきましょう。オートロックで中に入ったのに、また自動ドアがあります。これはロビーですね。分譲マンションにはついていることが多いけど、一度自動ドアを挟むパターンはあまり見たことがないです。あれは、暖炉ですね。実際に火がつくことはないと思いますが、何もない風景よりはあった方がいいです。ロビーの隣には、これはなんだかわかりますか？正解は、この部分に鍵をかざすと、パカー。はい、ポストです。ダイヤルを合わせて開ける手間がないので、とても便利。こちらはなんと、チラシ用ゴミ箱。こんなに立派で綺麗なチラシ用ゴミ箱なんて、さすがは丸山の分譲。駐車場も屋根付き駐車場が1台付いていますが、セキュリティの関係で省略します。RV 対応可能で立派な駐車場でした。それではお部屋に向かいましょう。ポストにもあった。これ。ここに鍵をかざすと、ボタンを押さずに居室階に行けます。居室階以外にも行けないので、セキュリティはバッチリです。はい、何も押さずに着きました。この時代に非接触というのはとてもありがたいですね。こちらが本日のお部屋です。重厚感のある扉ですね。それでは、お邪魔します。まず目に入ったのは、シューボックス。シューボックス。早速、開けてみましょう。パカー。たくさん入るね。ここから左は家族仕様。右側はスリッパ&コートフックがあるので来客用にしても良さそう。このくぼみには何を置こうね？私は最近マスクを置いて、マスク忘れを予防しています。こちらは、前回も登場の、シュークローゼット。日本語では、シューズインクローゼットと呼ぶのが一般的です。先ほどの靴箱に加えてさらにこれだけ置ければ言うことなしですね。ではサクサク行きましょう。あれ？床ピカピカじゃん。元がこれだけ綺麗だと、ずっと綺麗を保ちたくなりますね。にっちでかくない？でっかい壺を置くにはぴったりなサイズです。にっち言いましたけど、このサイズだとにっちっていうのかな？詳しい方がいらっしゃいましたらぜひコメント欄で教えてください。それでは扉を開けていきましょう。オープン。洋室、1。広さは約 13.7 畳。寝室に当たるのかな？とにかくとても広いお部屋です。お伝え漏れしておりましたが本日のお部屋は 2LDK なので、部屋数が少ない分、じっくりご覧ください。
リビング並みの広さでした。そしてここは、景色がすごいね。こちらは東側ですが、近くに大きな建物がないので、とても見晴らしがいいです。時間を忘れて見ていられちゃいますね。ずっと景色を見ていてもなので、次に、行きましょう。こちらは暖房器具です。ファンコンベクターというもので、通称ファンコンなんて呼ばれています。温水式で空気を汚さず、薄型なので場所も取りません。これだけ広いと、逆にどう使うか悩んじゃいますね。お次はクローゼット。開けていきましょう。パカー。約 1.5 件の幅広クローゼットです。なんで閉めるんだ？はい、写真だと自由にできますね。1.5 件言いましたが、1件は約 1.82 メートルで、実際に測って1件と言っているわけじゃなく、こういったクローゼットの場合、ここから、ここまでを1件、さらにここから、ここまでを 0.5 件、合計 1.5 件、実際の長さではなく、そういった呼び方で使うことが多いです。それではお次の部屋に行きましょう。はい、暗いから、閉めるやつ。お次は本来なら、こちらのお部屋ですが、皆さんお分かりですね。飛ばします。楽しみは最後に、取っておくやつ。からの。はい、これは、閉めるやつ。トイレ。便器前方にかなりスペースがあり、ゆったりとしたトイレタイムを過ごせます。トイレが一番くつろぐ場所な私にとっては最高です。トイレはタンクレスタイプ。とてもスッキリ&スタイリッシュです。上部のキャビネットはとても大きく、トイレットペーパーや洗剤などたくさん入ります。鏡は縦に長く、身長に関わらず見やすいですね。もちろんタンクレストイレなので、手洗い付き。下部の収納は収納力こそないですが、ちょっとした掃除用具入れなどに良さそうですね。では、お次はこちらを見ていきます。オープン。水回りですね。右の収納から行きます。うんうん、ちゃんと奥行きのある収納ですね。タオルなどは十分すぎるくらい入ります。こっちはちょっと浅め。なんで2階開けた？まさかの3階目だと？ 2 階目と3階目の違いは何だったんだろうね。おー、ツーボール洗面化粧台。これは不動産エフズライフ史上初かな？贅沢の象徴な設備ですね。憧れちゃう。鏡、おっきい。これだけ大きいとついつい、ポージングを決めたくなっちゃうね。ボールサイズも十分に大きく、天板がフラットなので、お手入れがとてもしやすいです。ポージングミラーの収納を見てみましょう。パカー。洗面鏡裏としては大量の収納ができます。化粧品やスキンケア用品のストックにも良さそう。お次は洗面台下の収納。収納の連続なので、3倍速でお届けしています。ここは開かない。これだけあると使わない収納も出てきそう。以上が、充実の洗面台でした。こちらは洗面台前の扉。一周回ってシンプルに、オープン。洗濯機置き場です。前々回の13階最上階もこのタイプでしたが、やはり洗濯機を隠せていた方がスマートですね。こちらは埋め込み型の水洗。これまたスマート。洗濯機上の棚やハンガーパイプは、使う人の高さに変えられるのでストレスフリーですね。お次は明らかにお風呂の扉。だけど、このまま行くと長くなりすぎてしまうので、一旦区切ります。次回予告を前のバージョンに戻しているので、ぜひご覧ください。それでは今回はこの辺で。またねー。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価も。
ぜひ、よろしくお願いします。家賃最高額更新物件の全容が明らかに、お風呂リビングキッチンどこを取っても最高。こりゃ高くても納得だわ。次回、最高額更新、そして、この次も、内見内見。